オオカミ繁殖センター。怖い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 。腹減ってんじゃん。怖い。え、どこにおるか、どこにおるか。この下におるってこと？っていうことでしょう。足いける？あ、いける。いける。うん。森林狼。森林狼はそんな強くなさそうやな。確かに名前的に。ああ、中におるんか。見れるのか。あ、これ入っていくんじゃない？なるほど。これ入っていって俺に入ってる狼を見るみたいな。ちょっとなんかかわいそうな。あ、違う。え？やっぱこの下に放し飼いなんじゃない？あ、そういうこと。超怖いね。でもおる。あ、おったー。あ、狼だ。すごい大きい。でっか。ぽんやね。これ、うん、ぽんやな。あ、狼でっか。結構大きいね。これカメラじゃね、伝わんないです。カメラじゃ伝わらんけど。あ、さくらちゃん、さくらちゃん、俺と誕生日一緒。ほんまや、何に反応したんだと思った。いや、でっかいよ。いや、でっかい、でかい、完全にでかい。だってゴールデンレトリバーぐらいはあるなあ。のなんかシュッてした場合みたいな。おー、強そう。強そうってかもう強いか。そりゃこんなん囲まれたら死ぬよ。マジか。すげえ。あ、ほんま普通に生きてんやもん。普通に生きとんね。すごい、でも多いとこじゃないから。うん。おお。ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。うん、そうね。でも意外と優しい顔しとったな今。あ、うん、うん、いや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 。すごいすごい。おお、こっち向いて、こっち向いて。足がすごいね。なんかよし。あ、すごい。いや、犬ぐらいのサイズと思うやん。全然やねな。普通のなんつうの、こういわゆる家で飼われている雑種の犬みたいな、あれぐらいのサイズやと思うよ。中型ぐらい。そうそうそう、でかすぎ。なかなか大型やな。下手したらハスキーより大きいかもね。ハスキーより大きそうだね。こっちから行けるのか。これがウォーキングサファリ。多分順番を逆に回ってる。逆に回ってるって感じだね。おおおお、めっちゃおるやん。何あれ。ラクダ、ラクダ、ラクダ。え、あんなでっかいラクダ。ラクダでかいでしょ、やっぱり。おお、ラクダ、ラクダ。あ、ちっちゃい子だろ。はい、できた、できた。おいっす。おいっす。かわいいね、お前ら。目が、うん、キラキラしてる。そう、臭いの、お前ら。おー、つの。ウサギはいいかな、これ。いや
すごい。ラクダでっか。ラクダはすごいね。足が。あれ？なんかコブが2つあるやつ？あれ？ふたこぶラクダ？ふたこぶラクダではないってこと。普通のラクダってこと。でも2つ2種類ある。うん。鹿の顔がニャンにしか見えへんねん。どうしよう。かわいい。でっかいアルパカみたいな感じだな。あーそうだね、そうだね。顔とか完全に。食べ方はキリンと一緒なんだ。どうしたどうした、おいしおいし、かわいいの、かわいい、かわいいやんけ。もう臭いけど野生で生きてると思ったもんよ、ポンより臭い。どうしたんどうしたんよ、おいしおいし、くれくれ